ねえ、学校は慣れた？ああ、きっと。あと2、3日は出てこないと思うよ。でもその間は僕がサポートするから、困ったことがあったら何でも言って。それは少しいいですか？いってらっしゃい。いえ、大丈夫です。それより、学園生活は慣れましたか？そうですか。それは良かった。勉強熱心な生徒で助かります。頑張ってくださいね。芝君ですか？彼からは何も聞いていないんですか？耳を澄ませてごらんなさい。今日は満月ですから、狼たちの狩りの日です。裏庭をさらに進むと狩り場となる森があるんですよ。今頃彼はそこにいるでしょう。この世界の夜については授業でやりましたね。人間たちの世界では満月の夜は1日で終わりますが、この世界では3日間続きます。その間、彼らは血肉を求める獣となっていますから、私たちの前に姿を現すことはありません。
に帰る前にちょっと遊んでいかない？そうね、あんたのその美しさを使ってバカな男たちを捕食するなんてどう？私が食べるのは魂だけよ。シバたちとは違って肉までは食べないわ。最近新鮮な魂を食べてないから欲求不満気味なのよね。エリカ、ダメだよ。学園内での捕食は禁止されてるでしょ。ナギが黙ってたらわかんないわよ。そういう問題じゃん。上級の悪魔ともあろうものが美しくないな。力の誇示がしたいだけならここから去れ。あ、何よその言い方。力の誇示をしてるのはそっちじゃない。どうでもいいけど、そこで固まらないで。邪魔だよ。俺、帰るから。ちっ、俺も帰る。おい、エリカ、お前も上級悪魔の端くれならもう少し品性を磨いておけよ。何それ、偉そうに。ちょっと待ちなさいよ。言いたいことだけ言って逃げる気？ごめんね、突然あんなこと言われてびっくりしたよね。でもエリカも悪気があるわけじゃないんだよ。多分彼女なりに君が寂しくないように気を使ったんだと思う。いつも一緒にいるシバがいないからね。何かと不安だったりはしない？今日一日君のことを見ていたけど、時折思い出したように芝の机を見てたから。うん、自分では気づいてなかった。そうなら僕の勘違いだったのかな。不安や寂しさを感じていないならそれでいいんだ。もともと僕らは他者に依存する生き方を良しとしないし、一人が平気ならその方がいいよ。孤独なんて感じないなら絶対その方がいい。それより僕らも帰ろうよ。寮まで一緒に行こう。Thank you.
Ah.